ミさんお疲れ様です。今回もですね、フリーランスで失敗する人の特徴、パート2を送っていただきまして、ありがとうございました。そうですね、仕事がない状態で起業をするのはね、私もやってしまったんですけども、非常に苦しいですよ。そう思うと、やっぱ仕事がある状態で会社員からあ独立という形を取るのがいいんですけども、じゃあ仕事ってどうやって取ればいいんでしょうかねっていうことなんですけども、私はね、これね、まあ、黄金の法則を持ってるんですよ。まあ、というのがですね、 今、勤めている会社があるとして、で、フリーランスを目指すわけじゃないですか。急にフリーランスになれるわけじゃないんですけども、徐々に徐々に力を貯めながらフリーランスになっていくわけですよね。その時に確実に最初からお客さんがいる状態にしようかと思ったら、自分の今いる会社が一番求めているような取引先になるために、独立を考えていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。つまりは、独立してフリーランスになった時に、元いた会社を取引先にする。 最有料顧客にするって形ですよね。逆に言うと、ずっと付き合いになった会社にすら仕事を依頼してもらえないとすると、もう仕事のセンスないんじゃないかなと思います。だって、ずっとその仕事をやっていて、会社員としてサラリーマンとして在職してるわけですよね。どこにウィークポイントがあるのか内部から見えるわけじゃないですか。じゃあそのウィークポイント、伸び悩んでるところを自分が外注化で受けるという立場で新しい会社を始めれば、 それこそものすごく求められる発注先になると思うんですよ。で、しかもね、その力って、ちゃんと自分が会社内で頑張って、その埋め合わせをできるように日々やっていれば、独立した時に絶対に契約してくれますよね。つうか辞めないでくれって言われますよ。そういう人は社内にいた方がいいんで。だからこの辺をね、よくよく考えていけば、会社にはみんな弱点があるわけですよ。その弱点を、 補うために自分は社員として採用されたっていう意識から始まるんで、そこをもってですね、外注を受けるべきフリーランスになれば、必ず仕事が取れると思うんですよ。その他にもありますよ。今在職されているサラリーマンとしての仕事には、必ず取引先ってあると思うんですよ。じゃあ取引先が最も外注したいものは何かなってことがわかるわけでしょ。じゃあそういったニーズを持って独立したら絶対仕事来ますよね。もともと人間関係があって、信頼関係があって、 そその上でで独立すすれれれば、それは頼んでくれますよねいや。こんなすごく簡単な法則があるんですけどもなぜかねフリーランスで仕事をする人って取引先に困ってるんですよね。いや元いた会社に頼めばいいじゃんってね仕事ぐらいはもらえるだろうと思うんですけどもねどうなんでしょうねだからこう思ってみると何の力もなく自分の会社で勤まらないから独立させた人の先は不安だってことなんですよね。 自分の勤めてる会社で確かに社員としてその会社のニーズを満たしているんだったら辞めた後自分がフリーランスになったらもっともっと発注来るよって話ですよ。でそういうふうにしていって考えていくものではなかろうかと思うんですけどもフリーランスを目指す人にそういうお考えはどうでしょうかあるんでしょうかサラリーマンを辞めて YouTuber になる方っていると思いますけども YouTube の法人契約を元いた会社に持っていくぐらいのことができなければ 独立してもしょうがないと思うんですけどね。はいというところで今回のは私のねえー、こうサラリーマンが独立した時に最初に「決めるべき取引先はここだ」というねそんなタイトルにしようかと思いますけどもまた次回送っていただければと思いますありがとうございます。